Oh no.
今回は野崎とドラムの関係、そしてなぜドラムが喋らないのかということは謎のまま終わってしまいました。この謎は次のシリーズできっと解明してくれるのではないかと期待しています。3ヶ月の間、スタッフの皆さん、出演者の皆さん、2023年夏、本当に面白いドラマをありがとうございました。本当にお疲れ様でした。シーズン2も期待しています。さらにその先のシーズン3も期待して待っています。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。